入った時にまずマニュアルの本を一冊いただいて、まあ、その中にご案内の仕方だったりとか、まあ、準備物の写真付きの冊子が入ってるものがあったので、まあ、実習生でもともと準備物とかはあまりある程度分かってはいたんですけど、本当に何も分からない方でも、まあ、その一個一個の名前がしっかり書いてあったりとか、あと写真付きなので分かりやすいかなと思います。カリキュラムがあって、教えてくれた人と日にち、あとできるようになったら丸っていう形で、そういう表みたいのがあったので、すごく手厚く指導してくださってます。はい、それは最新の機器が揃ってるので、新しい知識だったりとか、まあ、技術を学ぶことができることと、あとは今外部から月に1回フリーランスの衛生士の方が来てくださってるので、まあ、衛生士としての知識とか技術に関してもしっかりチェックしてくださってるのが日々学べてるなと思います。でも外部の衛生士の方が来てくださってるところはそんなに私が聞いた限りではないので、フリーランスの方が来ていただいてるのはちょっと他とは違うかなと思います。私が施術しているところを先輩が見てくれたりとか、インカム使ってチェックお願いしますって言って先輩が来てくれたりすることがいいかなと思う。歯石とかが取れてなかったら、ここ取れてないよっていうふうに言ってからまた私が取って、それでもちょっと不安だったら次回その先輩で予約を取ってっていうような形にしているので、しっかり見てもらってます。先輩とマンツーマンでご指導していただいているので、安心して成長していけることがいいなと思います。それに加えて月に1回フリーランスの歯科衛生士さんが来ていただいているので、より技術の向上と知識も深めていけるのでいいと思います。が入った時は先輩の衛生士さんに進行表っていうのがあるんですけど、それをもとに衛生士業務であったり、もちろんアシストとかそっちの方も順を追って教えていただいてたので、まあ、その人の進度に合わせてちゃんとできるっていうのがなっていうところと、あと最近は外部からフリーランスの衛生士さんが講師で月1回来ていただいてるので、その方からも診療を見てもらって、まあ、何か改善点がないかっていうのを見てもらったりですとか、まあ、改めてこう基本的なことを教えていただいてるので、自分の癖とかを改めて気づいて改善できてるかなって思ってます。